もう証拠りもなくね、毎回飛ばしてるんですけど、実際落ちてきたらどうなるか想像できないので怖いんですけど、あんまり身近にその恐怖を感じられない部分もありました。怖いんですけど、なんか自分だけが心配したりとかしてもなんか行動とか移せないし何もできないから、巻き添えを食うのは日本と韓国なので、結構恐ろしい状態なので、その辺に心配してますし、気にしてはないです。